フリーフォントとは、利用許諾契約、またはライセンスで、無償使用を許可するフォントである。これらは概ねフリーウェアであり、プロプライエタリなフォント、または、販売や、商用利用を禁ずるものも含む。フォントの利用条件が、GPL などのフリーソフトウェアライセンスもしくは、オープンソースライセンスの場合、フリーソフトウェアフォントもしくは、オープンソースフォントと呼び、まとめて、オープンフォントと呼ぶこともある。 ただし通常、オープンフォントといえば、オパンタイプフォントを指す場合が多い。また、フリーソフトウェアフォントのみを指して、フリーフォントと呼ぶ場合もある。この場合は、自由な利用を許可するフォントの意味である。また、フロストの類推で、リーバフォントやリーバタイフイスという語が使われる場合もある。フォントは、スプライン曲線の頂点情報並びに、グラフ情報のデータ集合であるグリフや、 フォントヒンティングプログラムなどを内包するバイナリである。フリーフォントにはそのソースコードにあたる情報が公開されない場合もある。しかしながら、フォントのライセンスがオープンソースライセンスやフリーソフトウェアライセンスの場合、ソースコードが公開されている。ライセンスによっては、受領者から要求された場合、ライセンシーはコードを公開しなければならない。一例を挙げると、Linux l i b r t i n e というフォントは、 ウィキペディアのロゴに採用されているフォントであり、GPL とロールのデュアルライセンスで使用が許可されている。これはライセンシーに GPL での利用も許諾していることに相当するため、その他さざ波フォントや花園フォント、n t ツタイトルではソースコードにあたるデータが公開されている。オーブンでは多種多様なフリーフォントが制作されており、 使用の環境も整えられているためよく利用されている。オーブンフォントにはフォントファイルの容量が小さいという特徴があり、ウェブサイトなどでは画像に変えてフォントを用いていることも多い。日本語のフォントは作成のために多くの知識が必要となる。また、その辞書が多いために作成するのに時間や費用が多くかかる。特にフリーフォントの場合、昨今の商用フォントと違い、 全文字を手作業で作る場合が多いため、GISX-0208 や GISX-0212、GISX-0213 を全て網羅するフォントは、数が少ない、以下のようなフリーフォントが作られている。既存フォントの代替フォントポケットコンピュータや、商用 OS などの標準のフォントが見難いために、代替のビットマップフォントが作られた。三崎フォントや小夏フォントなど、後にアウトラインフォント化されたものもある。 旧 m a c 系足りない文字は大阪から保管されることを前提としている。ヘタアザフォントやダサジフォントなど手書き風フォントが多く、すべてがマルカンファイル形式のビットマップフォントであった。後にアウトラインフォント化されたものもある。ユニックスリナックス系ユニックスやリナックスのフォントのために開発されている。初期は X や Tex 用の BDF 形式のビットマップフォントが開発されたが、 最近はデスクトップで使うためのアウトラインフォントが開発されている。古くは K14 に始まり、東風フォント、サザナミフォント、VL ゴシックなどがある。多くがオープンソースライセンスを採用している。研究系研究のために開発されている。グリフの合成や自動生成、多くの文字への対応などを目指す。和田県フォント、GT 書体、花園フォントなどがある。AA 用。 フォント初期は、Windows 以外で2チャンネルを見るために開発されたが、後に、きれいなフォントで2チャンネルを見たいという理由も加わった。モナーフォントや IPA モナーフォントなど、模倣、再現フォント特定の用途で用いられているが、フォントデータとして存在しない書体を再現したもの、趣味用途に用いられることが多い。GD 高速道路ゴシック j a や、国鉄方向膜書体。 機械彫刻用標準書体フォントなど、著作権のないフォント著作権の切れたフォント、もしくは著作権の発生しないフォント、GL ツ記事、グリフウィッキーなど、合成フォント複数のフォントをフォンテフォージなどで調整、合成したフォント、A 数やカナを好みのものに入れ替えたり、足りないグリフを他のフォントで補うために行われている、ユンプラスやシステマ、コルリなど、 趣味などフォントを作成する。また、既存のビットマップフォントをパトレースなどでトレースし、アウトラインフォント化されることがある。ありがとうございます。